ファイヤー後にメンタルやられる人、実は結構いる説。はいどうも、パスタオです。今回は、ファイヤー生活でやまないように取り組んでいることというテーマでお話します。かなり物騒なテーマに聞こえたかもしれないんですけど、ファイヤー生活って工夫しないと意外とやむかもよという話です。白状するとですね、私自身ちょっとやみかけてました。自分は24歳の頃にニートになった経験もあったので、大丈夫かなっていうふうに思ったんですけど、案の定やられちゃいましたね。ただこれを聞いて自分は大丈夫と思っている人も多いと思うんですけど、意外と多くの人が陥りそうですし、特に私みたいなタイプの人は陥る危険性もあるかなと思いました。そこで今回はなぜメンタルがやられたのか、そしてやまないために今取り組んでいることを伝授したいと思います。この動画を見ると次のことがわかります。セミリタイヤ生活でやむ理由、セミリタイヤ生活でやまないためにやるべきこと、ご自身のファイヤー生活を考える際の参考になると思うので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル運営の励みになるので、動画が良かったら高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。本編の前に一つご案内させてください。ファイヤーに関心がある人同士でつながれる、ファイヤーカフェというコミュニティを始めました。こちらでは雑談、オフ会、スポーツ観戦などの気軽な交流に加えて、資産運用や副業、事業といった真面目トーンの話など幅広く情報交換をしています。参加者も資産数億円以上のファイヤー済みの人から、有名なインフルエンサー、ファイヤーを目指している人など様々でお話ししていてとても楽しいです。まだ規模は小さいんですが、いいコミュニティにしていきたいので、一緒に盛り上げていただける方を募集しています。興味がある方は概要欄のリンクから確認してもらえると嬉しいです。早速始めるんですが、今回紹介する私がファイヤー生活でやまないために取り組んでいることはこちらの5つになります。1、生活リズムを乱さない。2、ルーティーンに頼る。3、適度に衝動に身を任せる。4、考えることをシンプルにする。5、人と交流する機会を作る。順番に見ていきます。まず1つ目の生活リズムを乱さないについてなんですが、これはどういうことかっていうと、一度生活リズムが崩れると戻すのに時間がかかるし、心も体も不調になったからですね。会社員時代は、いやおうにも生活リズムが一定になっていました。例えば、朝5時くらいに起きて副業をして、9時から19時くらいまで仕事をして、帰ったら家のことをして寝るみたいな生活でした。そうなると生活リズムっておのずと一定になってくるんですよね。それでセミリタイヤしてすぐの頃も、せっかく時間ができたんだから時間を有効活用しなきゃみたいな感じに思って生活リズム重視で活動していました。特に自分の場合家族がいたので大体の生活リズムは決まっていて、会社員時代と大きく変える必要もなかったんですよね。ただですね、そんな感じで生活リズムを変えずになるべく過ごしていたんですけど、コロナで体調を崩して1週間ほぼ何もできずに寝たきりの生活を送っていた時があったんですけど、そこで生活リズムが大きく崩れてしまいました。食生活も乱れるし、起きてると辛いので寝れる時にひたすら寝るみたいな感じで、睡眠のリズムとかもバラバラになっちゃってたんですよね。それでそんな生活をしていたからか、コロナが治った後も不調がずっと続きました。確かにコロナの症状は収まったんですけど、全体的に体力が落ちた感じがしましたし、何をするにも気持ちが乗らないし、毎日ダラダラ過ごしちゃうみたいな感じだったんですよね。そんな日が結構続いたので、コロナの後遺症なのかなっていうのも正直疑いました。ただ後遺症っていうよりかは、生活リズムが完全に崩れちゃったことによる弊害かなというふうに感じましたね。この時は正直かなりやばかったです。ただこのままじゃいかんなと思ったので、生活リズムの改善に取り組みました。そうしたら少しずつですけど、体調もメンタル面も良くなってきたんですよね。具体的には1日の大まかな流れを決めて生活リズムを改善したという感じです。早起きして家のことをして、午前は仕事をして、午後はフリー、大まかな流れに沿って生活するみたいなことを続けていったら少しずつ改善していきました。なので基本的なことではあるんですけど、改めて生活リズムの重要性っていうのを感じましたね。もし生活リズムが乱れている人がいたら、ここから取り組んでみてはいかがでしょうか。続いて2つ目がルーティーンに頼るということです。先ほどの生活リズムの話と重なる部分も出てくるんですけど、やっぱり何をするにもモチベーションが湧かないとか行動に移せないみたいなことって誰にでもあると思うんですけど、それってどうしてなのかなっていうふうに思ったら、
一歩目がすごく重くなっちゃってるっていうことに気づいたんですよね。なので取り掛かるまでも時間がかかりますし、取り掛かった後もダラダラ続けちゃって、あまり効率的じゃなかったかなというふうに反省しました。なので大まかな生活リズムを決めた後に、その中でやることを細かくルーティン化してチェックリストみたいなのを作っていったら、一歩目が早くなってちょっといい感じになったんですよね。これを続けたら落ちていたメンタルもちょっと回復しましたし、ルーティーンを決めることで毎日最低限のやった感みたいなものが得られて、自己肯定感も少し上がった感じがしました。それで具体的にどんなルーティーンをやっていたかっていうと、結構細かくルーティーンを作ったんですよね。ただ公開するには初歩的すぎてくっそ恥ずかしいレベルなので、朝の一例だけ紹介するとこんな感じです。まず起きたらすぐにその日の予定確認とタスク整理をします。そして食洗機の片付けをして、お茶を入れて朝ごはんを作って、洗濯をする日だったら洗濯をして、あとは YouTube とか SNS のコメントを返すみたいな細かいことを iPhone のメモ帳でチェックリストにしてるんですね。今こうしてドヤ顔で説明してるのも恥ずかしいレベルなんですけど、一個一個こういうのを達成してチェックリストをポチポチと埋めていくと、その日のスタートが良くなる感じがして、気持ちがちょっと上がったんですよね。こんなことしなくても当たり前にできている人からしたらバカにされちゃうかもしれないんですけど、もし今メンタルが落ちて悩んでる人がいたら、細かいチェックリストを作って埋めていくみたいなのも結構有効だと思うので、取り組んでみてはいかがでしょうか。で、続いて3つ目が適度に衝動に身を任せるということです。これは先ほどのルーティーンと少し対照的な話かもしれないんですけど、最近結構重要だと思って取り組んでいます。というのもですね、自分の場合一番メンタルにやばい一日の過ごし方何かなっていう風に考えた時に、同じ毎日を繰り返すことだと思ったんですね。これはおそらくファイア生活とかフリーランスとか、そういう生活をしている人なら共感してもらえると思うんですけど、自分から動いていかないと、特に何もしないでダラダラ過ごしていても一日生活はできちゃうんですよね。会社員の時は毎日出社っていうイベントがありましたし、会社に出社したらいろんな人と会うし、仕事を通じて新しい知識とか新しい人とかと出会うこともあったので、何かしら刺激があったと思うんですけど、そういう刺激が本当に減ったなっていうのを強く感じます。そうすると毎日同じことの繰り返しでつまらなくなるし、その結果その生活に飽きてくるし、自己肯定感も下がるし、なんならボケちゃうんじゃないかみたいな危機感も覚えました。先ほどルーティンワークに頼ってメンタルが回復したっていう風に話したんですけど、ルーティンワークも完璧じゃなくてメリットとデメリットがあったんですよね。メリットとしては時間を有効活用できてる感があって、達成感や満足感が得られること。逆にデメリットとしては、確かに効率的だけど作業的な感じになって刺激がなくなってしまう、その結果飽きてつまらなくなっちゃうっていうのがあるかなと思いました。生活リズムを整えてルーティンワークで進められるようになったら、これで解決かなっていうふうに思ったんですけど、そう甘くはなかったんですよね。それでその解決策として自分が考えたのが、衝動に身を任せてその時やりたいことを素直にやってみるっていうものでした。もともとですね、自分は衝動的に動くのが苦手な性格で、動く前にあれこれと考えちゃうところがあったんですね。ただ一回それを取っ払って衝動に身を任せてやりたいことに取り組んでみると、新しい発見があって楽しかったんですよね。なので自分が苦手っていうところもあるんですけど、最近は結構これに取り組んでいます。例えば衝動的にやったことの例を挙げるとこんな感じです。まず平日に旅行に行ってみました。特に良かったのが8月に甲子園に行ったことですね。私は野球が好きで、プロ野球も高校野球もどちらも好きなんですけど、今まで甲子園を生で観戦したことがなかったんですよね。じゃあ本当に行こうかなと思って衝動的に甲子園を見に行くことを決めました。これはめちゃくちゃ楽しくて本当に行って良かったなっていう風に思いました。それと次はめっちゃ小さい話になるんですけど、気になっていた漫画をめっちゃ読んでいました。例えば何を読んだかっていうと、ブルージャイアントっていうジャズの漫画と、ドラフトキングっていう野球の漫画と、青足っていうサッカーの漫画と、正直不動産っていう不動産の漫画と、
推しの子っていうアイドルの漫画と鬼滅の刃っていう鬼狩りの漫画ですね。これを見てお前鬼滅の刃読んだことなかったのかよっていう風に思った人もいると思うんですけど、恥ずかしながらずっと読んだことなかったんですよね。あまりにも人気になっている漫画ってちょっと読みたくないなって斜に構えている部分があってずっと避けていました。この感じわかる人いますかね。共感してもらえたら嬉しいです。それともう一つが、近所で気になっていたけど行ったことがなかった場所へ行くっていうものですね。おそらく皆さんもあると思うんですけど、お出かけした時にこの場所気になるとか、このお店美味しそうだよねとか、そういう風に気になっている場所ってあると思うんですけど、近所だとあえて行く機会ってないじゃないですか。自分たちもいつでも行けるからいいかみたいに思って、あまり行き先に選んでなかったところもあったんですけど、最近は休日にあえてそういう場所を選んで行くようにしています。例えばこの前は環境学習館とか児童館でやってるイベントとか、そういうのに行ってみたんですけど、娘も夢中になれる展示とかゲームみたいなのもあったので、すごく楽しかったですね。こんな感じで一つ一つはめっちゃ小さいんですけど、とりあえず毎日新しいものを取り入れるみたいにしたら、意外とメンタルが良くなってきたなっていう実感があります。もし今停滞感を感じてるみたいな人がいたら、新しいものに取り組んでみるっていうのを入れてみてはいかがでしょうか。続いて4つ目、考えることをシンプルにするについてです。これも先ほどの適度に衝動に身を任せるというところと重なる部分もあるんですけど、自分の中で勝手にこれは今やんない方がいいんじゃないかとか、本当に今これをやるべきなんだろうかみたいに、いろいろぐちゃぐちゃ考えることがあったんですね。その結果、考えすぎて動けないこともありましたし、逆にあれもこれもといろいろなことに手を出して全てが中途半端になっちゃった時期もありました。考えすぎても動けないし、闇雲に手を出しても集中できずに成果が出ないみたいな、本当に悪循環でしたね。そこで改めてですね、自分が大事なことは何なのかについて考えて整理していました。その結果、やっぱり身軽さが大事だなとか、基本的に一人でできる範囲に留めるべきだなとか、そういうところが分かってきたんですよね。それでその身軽になるっていうことの一環で、この前家のものをたくさん捨ててみました。粗大ゴミをまとめて車に積んでゴミ処理場に持ち込んで捨てたんですけど、全部で60キロぐらいあってかなり大量に捨てました。その結果ですね、家もすごくスッキリしまして、家がスッキリしたら頭の中もちょっとスッキリした感じがしたんですね。まだまだミニマリストの方には怒られるくらい物は多いんですけど、考えを整理するにあたって物を減らすのは有効なんだなっていうのを感じました。それともう一つ整理したのが、育てていた SNS とか YouTube とかのアカウントですね。セミリタイアしてからいくつか新しいアカウントにも取り組んでいたんですけど、それも芽が出ないものは削除したり、売れるものは売却したりして整理しました。一つ一つの負荷はあまりかからないようにやっていたつもりだったんですけど、やっぱり運営していると頭のどこかでそのアカウントのことを考えてしまっていたので、こうして手放してみたらすごく頭のリソースが空いたなっていうのを感じます。なのでこんな感じで身の回りのものを整理すると頭の中もすっきりしますし、考えることもシンプルになってメンタルが楽になったような感じがしますね。もし今頭の中がぐちゃぐちゃして悩んでいるっていう人は、一回すべて整理してみてはいかがでしょうか。最後5つ目が、人と交流する機会を作ることです。これはオフラインでもオンラインでもどっちでもいいんですけど、テキスト上のやり取りじゃなくて電話とか対面でやり取りをする機会を増やすっていうのはかなり有効かなと感じています。これがどうして有効かっていうと、まず人と話すことで自分の考えが整理できるというところがあります。みんな経験があると思うんですけど、話しながら自分の考えが固まっていくことってあると思うんですよね。なのでファイヤーした人とかフリーランスでやってる人とかだと、あまり人と会う機会がなくて自分でひたすら悶々と考えがちだと思うんですけど、一回それをやめて、なんか悩んだら人に壁打ちしに行くとか、誰かと電話するみたいなことをやると結構いいのかなっていうふうに思います。それと人と会うメリットのもう一つが、新しい刺激がもらえるっていうことですね。で、新しい刺激がもらえると何がいいかっていうと、個人的にファイヤー生活の一番の問題だと思っている、つまらないとか飽きるとか、そういうところの対策になるんですよね。特に最近は同じようなファイヤー生活中の人とか、フリーランス自営業みたいな属性の人たちと会うことが多いんですけど、そうすると会うたびに何か新しい気づきとか発見をもらうことができて、新しいおもちゃをもらった感じでワクワク
するんですよね。そういう面でも、この人と会って交流する機会を作るっていうのは、メンタルを病まないようにするためにかなり有効な手段だなと感じています。でもなかなかそういうつながりを見つけるのも結構大変だと思うんですよね。そういう課題は私も感じていたので手前味噌で恐縮なんですが、ファイヤーカフェというオンラインコミュニティの運営を始めました。ファイヤー後に人とのつながりが希薄になって苦労するっていうのは私も実体験とか周りの人の話からも感じていたので、そういうファイヤーに関心がある人たちでつながれる場所があればいいのになっていう風に思ってたんですよね。なので始まりはほぼ自分のためだったんですけど、こういうファイヤーのコミュニティっていうのを作りました。そうしたら共感する人が増えて、少しずつですがメンバーも増えてきています。まだまだ数十人のコミュニティで規模は小さいんですけど、いいコミュニティにしていきたいので、もし今ファイヤーを目指しているとか、ファイヤーしたけど交流できる相手が欲しいとか、そういう風に感じている方はコミュニティに参加して一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。興味がある方は概要欄にリンクを貼っておくので、そちらからご確認ください。以上が5つ目の人と交流する機会を作るについてです。まとめの前に投資に役立つアプリのご案内です。日本株、米国株、暗号資産など様々な投資の情報をまとめて知りたい人は多いと思います。そんな方はこちらのムームー証券のアプリを使うと、投資の最新情報をまとめてチェックできます。とても使いやすくて、私も今はこのアプリを使って相場をチェックしています。銘柄分析やスクリーニングもしやすいですし、機関投資家の動向確認、例えばバフェットさん率いるバークシャーハサウェイのポートフォリオが見れるとか、面白い機能もあります。これがすべて無料で使えるので、このアプリは本当におすすめです。興味のある方は概要欄の URL からダウンロードしてみてください。まとめです。今回はファイヤー生活で病まないために取り組んでいることというテーマでお話しました。だいぶ赤裸々に白状したので恥ずかしいんですけど、何か少しでも参考になったら嬉しいです。もしファイヤー生活をされている方で、楽しいファイヤー生活をするためにしていることなどがあれば、ぜひコメントで教えてください。今回の動画は以上です。動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それと公式 LINE を始めたので、何か個別の連絡や質問がある方はこちらにご連絡ください。交流会無料相談などの告知や無料プレゼントの配布などを行っているので、興味のある方はぜひ概要欄から登録してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。